タイ南部ナラティワット県で昨日、花火を保管する倉庫内で爆発があり、地元メディアなどによりますと10人が死亡、100人以上が負傷しました。また、爆発の衝撃で多数の家屋が倒壊したため、死者の数はさらに増える恐れがあります。爆発の原因については調査中ですが、倉庫内で工事が行われていて、溶接作業の火花が引火した可能性があるということです。